今週に関しては若干まだまだ完成できてないことがあるんですけど、はい、いらっしゃいませ。塩サバ定食、サバの塩焼き、美味しいです。チャーシューラーメンです。うまい、うまい。タレがしっかりかかってて、ご飯にも味が染みてて美味しいです。まだ金額が、あ、すごい。定番の唐揚げとかとんかつとかの魚の塩焼き、丼系牛丼とデミカツ丼とあんかけ丼ですね。カレーもトッピングがあったりとか、あ、パスタもありますね。すごい。スイーツも500円で3種類あるし、ラーメンとかもね、ありますね。ですね、まだ設定してないけど、ラーメン、うどん、サイドメニューで、これですね、県庁でしか食べれない岡山名物鶏めし、岡山ブランド桃鯛の漬け丼、晴れの国御膳。これ今週に関しては若干まだまだ完成できてないことがあるんですけど、はい、お願いします、はい、お願いします。逆に言うと11時から流行りの時間とか、その12時台だけを、うん、外していただくとよりスムーズに入れると思います。そうです。なんでどの時間で来ても同じメニュー食べれるように。支払いなんですけど、やっぱ現金のみですか。はい、支払いは現金と、QR 決済カードになるんですけども、オープン当初はそこのシステムが追いついてないので、徐々に増えていくっていう感じです。約1ヶ月2ヶ月後以内に全部使えるようになる感じでして。スタートとしては現金のみ。今までの食堂という昔ながらの食堂ではなく、ちょっと新しい、モダンな雰囲気でみんなに親しんでもらうっていうところもあっての内容かなというふうには聞いてます。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
客様、お待たせいたしました。お待たせいたしました。はい、トリレシかな。はい、トリレシでお待ちのお客様。お待たせしました。食べやすいと思うから。全体が埋まったら、うん、全体が割り目だね。お待ちのお客様、大変お待たせいたしました。お待たせいたしました。ネギラーメン33番でお待ちのお客様、お待たせいたしました。ごゆっくりどうぞ。今日の皿の塩焼き美味しいです。ちょっとメニュー聞いても大丈夫ですか。メニュー、はい、そちらの方はチャーシューラーメンです。と日替わり定食でハリスメントあ、日替わり定食。はい。いただきます。うまい。うまい。いただきます。うん。僕あんかけカツ丼食べてるんですけど、めっちゃ美味しいですね。うん。あんかけ珍しいですよね。なんかこうちょっと変わったメニューとかあるの嬉しいなと思って。おしゃれな空間で、でもこう、ありがとうございました。大丈夫。すみません、お願いします。鶏飯です。岡山の名物ですよね。岡山のソウルフードです。タレがしっかりかかってて、ご飯にも味が染みてて美味しいです。ありがとうございました。
はい、お願いします。はい、今回、岡山県庁地下で、新しく7月22日に、晴れの国食堂をオープンいたします。で、岡山の県庁職員の方は、もちろんのこと、一般の方、どなたでも気軽にご利用できる食堂となっておりますので、ぜひ皆さん、たくさんの方にお越しいただければと思います。で、岡山を、代表するような岡山グルメでしたりとか、岡山の、企業様と、タイアップして食品、岡山食品というのを使って全面に岡山を表に出した食堂となっておりますので、これからもよろしくお願いいたします。 OK です。じゃあ次の質問は、これからこの食堂を、まあ、どんな方に来てもらいたいとか、こういう風にしていきたいっていうのをお答えをお願いします。さあ、坪内さんですね。はい、はい、ではお願いします。県庁の職員の方はもちろんご利用されるとは思うんですけど、一般の方だったりとか、あとは図書館とかも前にあるので、図書館の利用されるお客様とかも気軽に来れると思うので、なんで、もう県庁の中だからっていうのはなく、一般のお客様も気軽に来ていただいて、活気のある食堂にしていきたいと思います。